皆さんこんにちは、評論家の荻上チキです。今日はメディアリテラシーについて話していきたいと思うんですけれども、この話をする理由はですね、メディア論とかメディアリテラシーについて結構誤解が広がってるなって感じたんですね。コロナでみんなもう忘れたと思うんですけれども、今年2020年の2月頃にツイッタージャパンが JC 日本青年会議所とコラボをして、これからメディアリテラシーについて啓発をしていくよっていうアナウンスをしたんですね。で、そのアナウンスをした後、いろいろ問題のある投稿なんかをね、そのアカウントがこうリツイートしていくものだから、初っ端から大動きするっていう、結構なその、センセーショナルな出来事があったんですよ。で、その出来事のおかしさみたいなものを今回はその指摘したいのではなくて、その時に使われていたメディアリテラシーっていう言葉の使われ方、その使われ方がよくある誤解だなっていうふうに感じたので、ちょっとそれを題材にメディアリテラシーについて考えてみたいんです。で、ツイッタージャパンがその日本青年会議所とコラボするときにメディアリテラシーについてこう書いていたんですね。日本青年会議所のメディアリテラシー確立委員会がこれから毎週リテラシーの理解やモラルを高めるのに役立つ情報をツイートしていきますというふうに書いていたんです。ここでモラルっていうことと、それからリテラシーっていうものを向上させるんだっていうことが書かれてるんですね。ここが問題点のその1なんです。リテラシーというのはどういったものなのかというと、あくまで読み解く能力というような意味です。識字能力、読み解く能力という意味でしかありません。それは何を読み解くのかというと、メディアリテラシーという言葉がついていることからわかるように、メディアの特性を読み解く能力なんです。メディアそのものが持っている特性や特徴、ある種の癖のようなものを理解をして、その上でメディアと付き合いましょうというものなんですね。で、このメディアリテラシーがあれば、では具体的な何か事実の間違いを見抜くことができるか、とかそうしたようなものでは全くない、ましてや特定のモラルを身につけられるかどうかということともこれは関係のない議論なんです。一般的にメディアリテラシーを身につけましょうというときは、誰かをネットで悪口言わないようにしましょうとか、そうしたような文脈でリテラシー大事だよということは言われたりするんですね。でもこれはリテラシーの議論ではありません。これらはマナーの議論です。そしてモラルの議論です。リテラシーを身につけたからといってマナーやモラルが身につくわけでは当然ないんですね。というのはメディアの特性を知り、またメディアを使いこなし、その上でプロパガンダを行ったりする、あるいは人に対して嫌がらせをしたり犯罪をするということも可能になるんです。リテラシーというのはモラルの問題とは全く別で、あくまでリテラシーというのはメディアそのものの特性を理解させるための、まあ、技法あるいは思考法だということが忘れられてしまっている、あるいは理解されてないというところが多々あるんですね。もう一つ気になるのが、今回のそのコラボについてプレスリリースを出したときに、プレスリリースの中の文章でこういった文章があったんです。今回のような情報発信をするのはなぜかというと、多量の情報群を正確に読み解く力、情報の真偽を見抜く力、こういった能力の向上を図るということが書かれているんですね。ただメディア論の立場から言うと、メディアリテラシーを身につけても情報の真偽は見極められません。なぜなのか、先に言ったようにメディアの特徴というものを理解するというのがメディアリテラシーなわけです。例えばテレビを多くの人たちが見ると人々はどう反応するのか、あるいはツイッターで書き込むのとフェイスブックで書き込むので人の書き込み行動や読み解き行動はどう変化するのか、あるいはメディアはどのように歩んできて、その歩みとともに社会がどう変化してきたのか、こういったようなことを読み解くのがメディア論なんですね。そしてメディアリテラシーというのは、そうしたメディアの特徴を知った上で市民生活をより適切に生きていきましょうというような大雑把な括りの言葉なんです。で、メディアリテラシーをじゃあ身につければ何かの真偽を身につけられるかというと全くそうではないんですね。それこそ日本青年会議所が以前ウヨ君というアカウントを作って憲法改正の議論をまあ刺激をするというような体で運用していたことが発覚をして、まあ、炎上したということもあったりしました。で、あれはじゃあメディアリテラシーがなかったからそうなったのかというと、そうではないと思います。あれは政治リテラシーがないからですね。政治的な市民の人々のそれぞれの選択をあまりに軽視し続けていた。あるいは自分たちの正体を明かさずに様々な情報発信することでどんな反発が来るのかということを理解していなかった。あれはツイッターをうまく使いこなせなかったからとか、メディアの特性について知らなかったからではありません。むしろツイッターを匿名で運用するという意味では、技術的にはそのノウハウというものを理解していた。ただしそれ以外の問題がたくさんあったというような事例なんです。例えばメディアリテラシーが身についている人、
例えばそのプログラマーの人は技術的操作の面ではネットなどあるいはパソコンなどを使いこなすことはできるでしょう。でもこの技術的な能力とそれから社会的な能力というのは全く別です。ある若者の話を考えてみましょう。その若者はインスタグラムやツイッターあるいは写真の画像編集動画の編集もお手の物、そうしたようなものを使いこなしていくらでも世の中に発信することができる。でもそうした発信内容に例えば政治的に非常に繊細なテーマが含まれていて、そのことによって炎上してしまう、こういったことはあるんですね。でこれは若者はすごくメディアリテラシーが高かった、そして非常に使いこなしている、そして人々の反応や空気感について理解することも長けていた。でも例えば政治的な歴史であるとかその背景について理解しなければ、時にはそうしたテーマを踏み抜くことだってあり得るわけです。つまり私たちはメディアリテラシーだけではいろいろなトラブルを回避することもできませんし、いろいろな物事を読み解くこともできないわけです。例えば歴史問題、ネットで検索をすることが長けている人が歴史問題の事実というものを見抜くことはできるか、あるコロナ情勢の状況でもそうですね。こういった感染症が拡大している中でメディアリテラシーが高い人は医療情報の真偽を見抜くことができるでしょうか。これが効く、これが効かない、コロナはこういった病気だ、いやいやそうではない、そうしたものをメディアリテラシーだけで読み解くことができるか、そうじゃないんです。あくまでメディアリテラシーはメディアについての癖を読み解くもの、一方でそれ以外に政治リテラシー、歴史リテラシー、あるいは医療リテラシー、法律リテラシー、いろいろなものがなければ真偽というのを読み解けません。メディアリテラシーを過信するとメディアについての何か特徴を一生懸命学べばより真実の深みにたどり着くことができる、あるいは検索とかそうしたものが得意だったらより適切な情報にリーチすることができるかのような幻想をメディアリテラシーという言葉の今の氾濫が生み出してしまっているわけですね。またメディアリテラシーという言葉を使ってマスメディアを批判して、そのマスメディアを疑っている自分たちはリテラシーが高いというような格好で自分たちの能力を過信してしまう人たちもいるわけです。で、そうするとネット上でなんとなく広がっている歴史観や政治観というものを鵜呑みにしてしまって、だけど自分はあいつらよりメディアを真に受けているやつよりは賢いんだというふうに誤認してしまうと、そうしたことによって実際はメディアの特性というものにずっぽりとこうハマってしまう、メディアの特性に飲み込まれてしまうということも起こり得るわけなんですね。メディアリテラシーを身につけましょうというのは一見するととても真っ当なメッセージのように見えます。そしてメディアリテラシーを身につけることそのこと自体はメディア論の立場からも推奨されます。ただそのメディアリテラシーを身につけるということがあたかもいろんな事実を見極めることのできるとても賢い市民を生むかのような議論に直結してしまっている、そうしたことが実はメディア批判を通じて自分はエリートなんだっていうような誤解を招いてしまったり、あるいはメディアリテラシーを身につければ多くの人たちがあるモラルを身につけるかのような言説が広がってしまっている。こうしたようなその誤解が今広がってしまっているので、改めてメディアリテラシーというのは、あくまでメディアの特性を知るものであって、それを知ることによる限界というのはある。限界はあるけれども、しかしメディアの特性を知ることの有用性はある。そうしたようなものだというふうに理解していただきたいなと思います。この動画ではこれからしばらくシリーズでメディアリテラシーやメディア論のポイントについて語っていきたいと思います。これからも見てください。小木栄一でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。